はい、こんにちは、まとめです。はい、こんにちは、きつねです。さて、信長公、前回割とボロボロになりつつのだ、福島で三好三人衆勢力と対峙したわけですが、追い詰められつつよく粘った感じね。そこでまず、信長と義明の担当地域について語りたいと思う。担当地域？一般的に、足利義明政権は軍事的には全面的に信長に支えられていたと思われがちなのだけれど、違うの。半分正しいというか、実際には責任分担があったっぽいのね。責任分担？大雑把に言って信長が京から東方、義明は京から西方を担当地域としていたっぽい。京の東方、金ヶ崎の戦いや姉川の戦いで信長がその中心だったことはみんな知っていると思うのだが、一方で三好三人衆勢力と対峙していた摂津方面の戦線は、摂津方面の責任者として和田惟政が置かれるなど、義明の近親層が配置され、また義明自身が毛利や大友に協力を求めたことからもわかるように、基本的に義明の責任において戦われていた。実際この方面の戦いは、柴田勝家や佐久間信盛といった近江南部に配置された信長の武将の協力も仰ぎつつ、先の義明近親層や直属軍である方向衆によって戦いが進められていた。まあこの辺りの、信長自身が担当していなかったことが、後の三好三人衆勢力に対する過小評価につながった気もするわけだが、そんなわけで野田福島の戦いも、基本的に義明の戦いに、信長が協力する形だったわけだな。だからこの戦いに総大将として義明が出てきてたわけね。そういうこと。で、この時は野田福島を攻めていた三好三人衆勢力を追い込んだ形となり、義明、信長としてはこれを一挙に壊滅させる好機だと考えたと思うのね。野田福島での戦いに義明、信長が動員した兵はおよそ6万とされる。で、この時の6万の内容だけど、信長が率いたのが3万、義明が率いたのが、直属軍の方向衆プラス機内の配下大名と根頃、雑賀衆で3万で、合計6万だったらしい。へぇ、義明と信長の動員数が同数なのね。そもそもこの地域は義明の担当だし、信長に劣る数というわけにはいかなかったのだろう。でもこれってどのくらい多いの？例えば、直近の姉川の戦いで信長が動員したのが、新朝後期では2万5千とされる。新朝後期だからそれでも持っていそうね。つまり信長も、おそらく義明もこの時期に動員できる軍勢をギリギリまで動員したという感じなんだな。それだけこの戦いを重要な決戦と考えていたのね。信長としては三人衆を壊滅させれば浅井朝倉に対してもずっと優位になるだろうし。そういうこと。これに対し三人衆勢には、細川昭元、三好康長、阿波三好家の篠原長房、紀伊の西賀孫一、美濃より亡命している一色達興、さらに先の関白、近衛咲久など、総勢1万5000ほどで野田福島周辺に築いた砦軍にこもっていた。しかし信長、義明勢の大軍による圧力の前に、三人衆の一人である三好遺産が寝返るなど、信長、義明は戦いを優勢に進めていた。のだが、のだが、これは信長義明を陥れる罠だった可能性もある。9月12日、信長義明は先に襟絵を攻略した三好義次、松永久秀勢と合流、野田福島の三人衆勢力に対し、大鉄砲による攻撃を開始、本格的な攻略を始めた。しかしその夜、突如として大阪の本願寺が挙兵、信長、義明勢に対して夜襲を仕掛けた。細川良吉はこのように書く。9月12日夜半に、寺内の早鐘を鳴らすとたちまち人数が集まり、信長方は仰天した。信長、義明勢は予想もしていなかった本願寺の挙兵に驚愕した。さらに、同9月13日未明、その時不思議なことが起こった。にわかに西風が吹き、西海より高潮の水が吹き上がり、淀川を逆流した。この時四国衆は足軽を出して川の包みを切り崩し、水を内に入れたところ、信長方の陣屋はことごとく水に浸かり難儀に及び、さらに大雨が降って甚だ困難な状況になったとの風聞を聞いた。三人衆勢は本願寺の放棄に合わせて淀川の包みを切り、信長、義明勢を水攻めにしたわけだな。これに信長方はたまらず、西楼の上に避難することになったという。なんか後々に多様な話聞いたわね。備中の方で、織田軍は本願寺勢との戦いで騎馬隊で突っ込んで鉄砲で異様にやられたって話もあるぞ。お？戦訓を活かせる組織だったということにしよう。なるほど。この本願寺の放棄について、細川良吉、では、織田勢が野田福島の攻略が終われば大阪攻めを始める。との風聞があり、そうされる前に挙兵すべきとなって放棄した、とある。本願寺自身の門徒への説明によると、信長は上洛以来本願寺に難題を突きつけてきたが、ついに大阪本願寺の破局を言ってきたのでやむなく挙兵した、というようなことを語っているのだが、本願寺の主張以外にこれに対しての証拠はないのでまあ、門徒たちを集結させるための一種のプロパガンダだと考えられる。作り話なの？実際にはもっと早い段階から本願寺は、反信長、義明勢力と通じていた節があるのね。
まずそもそも、三好と本願寺は、かつて三好長慶が細川晴元と本願寺の間の和睦を仲介したことからもわかるように、非常に良好な関係だったと考えられている。またこの時の和睦では、三人衆のリーダーというべき三好長慶がその中心として取りまとめたと思われる。さらに阿波三好家の中心人物である篠原長房は、妻が本願寺蓮如の孫である摂津敦田の教養寺賢仙の娘であり、本願寺と親類関係でもあった。身内だったと。そしてこの年の夏の段階で、朝倉義景が本願寺賢如に対し絵画を送ったことが見え、すでに三好を通じて浅井朝倉勢力と接触していたことがわかる。割と時間をかけて密かに同盟関係を作り上げていたと。それにしても、大阪の破局とか明け渡しとかがないんだったら、なんで本願寺はこの時期に挙兵したの？信長もびっくりしてたみたいだし、いまいち理由が見えないんだけど。そこなんだけどね。どうももっと具体的な理由が原因というか。具体的？これは本願寺だけの問題じゃなくて、信長、義明の勢力圏の本願寺派の寺院が、上洛以来三人衆などとの戦いが続く中、接収されたり軍備の提供をさせられたりして、かなり不満が蓄積されていたっぽいのね。これは畿内近国だけでなく、本国である美濃、尾張でも本願寺派寺院への課税強化が行われていたらしい。まあ長島の門徒との対立も続いていたし。つまり地方や地域の不満に押されて挙兵したと。でね、これ実は、これより前、永禄6年から7年にかけて起こった三河一向一揆と全く同じ構図なんだわ。三河一向一揆。昨今の研究だと、家康の今川からの独立以降、実際には三河国内は新今川和の国衆との争いが続いていたらしいのね。で、それらとの戦いの中、家康は有力な新州寺院への課税や軍役などの負担を強化するようになるのだな。一方、東海地域の新州勢力はどうも、今川と非常に良好な関係を保っていたらしくてね。桶狭間の時、長島地域の門徒勢力が今川と連携していたことなんか象徴的だと思うのだが、つまり心情的にも新今川は近かった三河の門徒衆は、家康を見限ってそれに合流したわけで、どうもこれが三河一向一揆というものの実態だったみたいなのよ。で、本願寺の放棄も、本願寺派は前の支配者だった三好と良好な関係を築いていて、心情的にも三人衆側に近く、一方信長は、本願寺側から見れば過度の負担を強いてきたわけで、ならば前の支配者の方がマシだとなってそちらと結びつき、三河一向一揆と同じように挙兵したってわけか。それにしても、こういうところでもこの二人、気があったのね。は。褒めるな褒めるな。褒めてないわよ。さっき千君を生かしてるとか言ったけど、家康の経験を全然生かせてないじゃない。まあ、それに加えて、本願寺は、義明も信長と、小一味。つまり一心同体になっているため仕方なく反旗を翻したのだと、将軍への反抗を正当化している。こうして野田福島の戦線は一挙に信長、義明側の劣勢になった。この事態に14日には足利義明が徳川家康に対し援軍を求めるものの、信長はそれに賛同しなかったとされる。ちょっと前に姉川の戦いで援軍してもらったし、信長も悪いと思ったのかね。先にも言ったように、この本願寺の挙兵は、反信長勢力との綿密な協調の上なされたと考えられる。今日の西方で信長、義明が窮地に陥って喜ぶのは、ああ、東方の浅井朝倉。本願寺は9月10日の時点で浅井と、実行あるべきこと、と、連携を成立させていた。12日に本願寺が挙兵すると、16日には、しからば三人衆権役の胸に任せて、浅井朝倉に六角氏青海門と勢力を加えた軍勢は北近江より南下し坂本を攻撃、その勢、新長後期、時継ぐ長期、では、一騎勢なども含めて3万ばかりとあり。浅井朝倉勢は京表の青山、将軍山まで軍を進め、21日には伏見、鳥羽、山品へ侵入し放火。京都自体が脅かされる事態となる。この方に信長はまたもや驚愕した。京を奪われてしまえば、その平和維持を担っているはずの将軍義明、そしてそれを補佐する信長の権威は著しく損なわれる。つまり信長義明はこの時、完全に追い詰められたわけである。三人衆を追い詰めるつもりで出てきたのにね。もっと大きな網の中に入り込んでいたという。このような事態に、信長は義明と共に22日の七つ時頃、野田福島の戦線を方向衆や三好勢などに任せ、まさに野縁に紛れて京へ戻ったとされる。義明が京に入ったのは23日午後10時頃、信長は0時頃だという。逃げ帰ったとも言える信長と義明のありさまに、三人衆、本願寺は満足、した、と引き継ぐ京旗、に記されている。誰が見ても信長たちが逃げたって感じだったのね。でも京に戻ったからといって事態は好転しないんじゃない？そう、京やその周辺は義明の方向衆や信長家臣の木下秀吉、菅谷長頼などが必死に防戦していたが、信長としては、まずは自身の担当地域である近江方面の敵を押し返すことが喫緊の課題だった。そして信長はここから、本当の地獄を見る。地獄？京に戻った信長が置かれた状況はすでに絶望的なものだった。
20日には坂本を守備していた信長の弟である織田信春、そして重臣の森吉成が浅井朝倉勢との戦闘で討ち死にしていた。この戦いの初戦で信長は早くも重要拠点を落とされ、しかも有力親族と宿老級の武将を失ったわけだ。その上刻々と京都に迫ってるわけだしね。しかし信長の対応はやはり早い。まあ早くせざるを得ないのだが、帰京した翌日24日、信長は直使を迎えた後京を出立し坂本方面へ進軍した。こういう時でも、官軍の立場をきっちり保持。行動の速さとともに、この手の立場における几帳面さも、信長が飛躍できた大きな要因だと思う。実はこの24日、浅井長政と朝倉景武は入京を図り、長政は比叡山に登り青山に陣し、景武は坪笠山に陣する。さらに長政の一帯は丹波から佐賀へと入った。もう京都は目と鼻の先ね。だから信長は何としてもこれを跳ね返さないといけない。25日、信長は滋賀砦に巨人、滋賀の陣が始まるのである。信長は滋賀に着陣するとすぐに、浅井長政などが陣している比叡山の三門州都に対し、三門領の偏布を条件に浅井朝倉軍の在陣を拒否するよう交渉を始めた。信長もそんなところにいられたら下手に手出しできないしね。あとはまあ、有力な在地領主でもある比叡山を反信長勢力から引き離したいという考えもあっただろう。が、比叡山はそれを受け入れず。ノーサンキュー。以降、信長は山岳に寄った浅井朝倉勢力と対峙したままの持久戦を強いられることになる。ところで、この時の比叡山の判断に対しては現代に至るまで様々な意見がある。一般的にはこれを、中世を通じて朝廷や幕府に圧力をかけ続けた構想の史実などから宗教勢力による現実政治への介入と捉え、また当時の比叡山延暦寺の様々な腐敗も加えて、近世、近代の考え方からは、宗教勢力としての中立性を放棄した比叡山のおごりであり、結果的に信長が切り開いた近世への流れに対する、旧勢力の抵抗である、と認識されていると思う。後の焼き討ち、も割と自業自得みたいに見られがちだしね。だけどそういった考え方には、正直納得できないんだよね。出たな、通説に噛みつきたがるたちの悪い歴を他のくせ。この時の状況をちょっと見てほしいんだけど、この範囲だけを見ると、互角の勢力の一方に、比叡山が介入して肩入れしたように見えるよね。拮抗してるね。でも範囲を広げてみると、こう。わお、これはやばいわ。これを見てわかることは、信長、義明勢力は負けるのよ。冷静に、客観的に、どう考えても負けるのよ。確かにこれはきついわよね。浅井朝倉が信長との決戦を避けて山にこもったことを失策のように言う人もいるんだけど、このように近江方面と摂津方面で強撃を受けていて、信長、義明勢力は対峙しているだけでどんどん勝手に疲弊してしまうわけで、持久戦に持ち込むことは、戦略としては正しいことこの上なかったと思うのね。だから信長がむしろ決戦に引き込みたくて、比叡山から下ろしたかったってことか。実際10月20日に信長は朝倉義景に決戦を申し込む。無視されるけど。哀れ。でね、先にもちょっと言ったけど、比叡山というのは宗教検問であるとともに、近江に巨大な領地を有する、世俗領主でもあったわけよ。世俗領主という立場で考えれば、なんでわざわざ、どう考えても負ける側の要請を聞かなならんのか、ということですよ。そこに慈悲の心はないのか。迂闊に言うことを聞いた後に信長が滅んだら、その後に勝者、となった浅井朝倉などからどんな報復を受けるか分かったものではない。世俗領主として現実的な判断から言えば、自力救済のルールから言っても、身を守るためにこの時期の信長に従うなど、考えられなかったと見ていいと思うのね。実際この時期の浅井朝倉勢力の威勢は圧倒的で、9月から10月にかけて浅井朝倉両軍は、京の大徳寺、妙心寺、鴨別雷神社、千代院、清水寺、大山崎八幡社などに政策を出している。つまりこれら京の有力寺社が浅井朝倉に政策の発行を求めたということは、彼らも信長が追い出され、反信長、義明勢力が入京してくることを視野に入れていたというわけだな。それで先に手を打っておくと。この時期の様子を端的に表している、ルイス・フロイスの書簡を見てみよう。信長が野田福島の陣から都に戻った時、彼のために滅ぼされた二人の王は急遽軍隊を集め、信長が帰国する前にこれを殺そうと図った。この時信長はすでに軍隊を解散しており、当地にはただ1万3千の軍隊を留めていたが、このことを聞くや夜に出立し、翌日未明に、当地より4レグ和にある坂本と称する、高知より少し小さい町において、彼らを待ち受けた。敵は6万にして皆甚だよい金の武具を着し、甚だ高い山に登った。当初には500の総員よりなる比叡山の大学があった。浅井朝倉は軍勢でも軍装でも優勢だったと。彼らの軍隊は山中に、信長勢は山麓にあって1ヶ月が経過した。寒気、雪雨、あられや氷甚だしく、風もまた冷寒であり、その寒気のためだけで死ぬ者も双方甚だ多かった。
敵は都の周囲の多数の村落を焼き、京都市内の混乱不安は甚だしく、1ヶ月以上最後の審判の光景を呈していた。なぜならば勝利がいずれに帰するか全く予想できず、信長が敗北すればすぐにこの京は焼かれ敵に蹂躙されると、アルイハ山上に穴を掘り、アルイハ街路に酒盛りを設け、また家財を隠匿し、アルイハ祭司を市街へと避難させたのだが、市街に出ればすぐに盗賊に襲われるか、また破敵に殺された。夜警たち、教官の声、警鐘の音、突撃の様子、実に哀れなることばかりであった。厳しい気候の中近江の戦線が膠着した様子、また京都市中内外の深刻な混乱の様子がよく見て取れると思う。そしてフロイスも信長敗北後のことを想定していた。ほほう。私は信長、及び和田殿がこの戦争に敗れたとしても、阿波の領主及び大臣たちが勝利を得れば、我々にとって何の迷惑にもならないと考えていた。彼らには数人の身分あるキリシタンの武士が仕えているからである。信長だけでなく、散々世話になった和田これまさが滅んでも問題ないと。この辺はさすが、遥か海を越えて日本にまで不況に来るだけのメンタルだわな。しかしある情報を知るとトーンが一挙に変わる。ところが、今から8日また8日前、日本人イルマンであるロレンソが堺から書状を送り、同地において起こったことを知らせてきたのだが、その中にこのような記事があった。三好殿の秘書官であるコスモが、我らの旅宿の主人である老家と語って伝えたことに、篠原長房殿の重臣であるキリシタン武士の語ったところによると、また聞きのまた聞きじゃない?大丈夫なのこれ?当時のキリシタンの得ていたという情報がどの程度の精度のものだったか、よくわかるよね。果実、阿波の大臣たち、および主だった人々が集まって会議したとき、その内容はパードレのことに及び、これらパードレの居住する国には戦争、反落、不和、その他不幸が起こるだけではなく、彼らを庇護する領主および大臣は必ず名誉、地位、収入および生命を失う。故に今回自分たちが勝利を得れば、即刻都よりパードレを追放すると言ったというのだ。これは堺の異教徒で、阿波の大臣たちについてパードレ及びキリシタンへの迫害のために努力すること、我らの敵であるかの日常にも劣らない、便所の僧侶の成したことである。もし、我らの罪により彼らが勝利を得た場合、彼らに劣らず我々に憎悪を抱いている大阪の坊主たちも同一であるから、我々を都から追放することを疑いない。ここでも日常を例えに出すのか。ほんと嫌いだったんだろうな。あと、当時キリシタンが本願寺門徒からも嫌われてると自覚していたこともわかる。しかしフロイスはこんなことでめげはしない。信長がもし存命したならば、たとえ都から遠い地にあるとも、我々は内地を通過して美濃国に至るだろう。そこでもし信長の庇護を受けたならば、その領内にも帰依するものがあるだろうし、デウスが再び信長に勝利を与え都に帰ることを許したまうとき、我らも都に復帰すること容易であるからである。ほんの十数行前に信長が負けても構わんと言ってた人の言葉とは思えないわね。まあ、フロイスも信長が都を放棄して美濃に戻る可能性が高いと見ていたわけだな。そして最後にフロイスはこう記す。我らの主、我らを記憶し、我らを迫害する者を滅ぼしたもわんことを祈る。タフだねー。タフだよな。ともかく信長にずっと好意的だった宣教師たちですらこの有様であり、一般的にこの戦いで信長は敗北し京を追い出されると認識されていたと見ていいと思う。でもそうはならなかったのよね、結果的に。そうなんだよね。それについては、反信長、義明勢力の構造的な問題とともに、この人の活躍を取り上げねばならない。お、征夷大将軍。10月20日、前にも言ったが、大事が続くことに焦る信長は朝倉義景に決戦を申し込む。しかし義景はこれを無視。このことは、近江方面の戦いを主導しているのは浅井ではなく朝倉であるとの信長の認識も示していると思う。一方で同日、山崎の本願寺勢が三巻城を攻め、これに浅井長政、朝倉景武が連動し比叡山を降りて、現代の左京区にあたる一条寺、志賀久寺、高野、松ヶ崎等に放火。22日には大阪の一揆などが、高屋城を攻めて畠山昭隆の兵を襲い、さらには笠の武田信景が無刀、阿波屋と共に朝倉に寝返った。あ、もうむちゃくちゃだよ。これに信長もまたまた驚愕、徳川家康に援軍を要請する。ちょっと前に足利義明が家康に援軍要請したのやめとけって言ってたのに。もう背に腹は変えられない状況だってことなんだろう。ちなみに家康は、これを受けて2000余りの軍勢を派遣した。信長って家康を頼りにしてるのねー。まあ頼りになる同盟者の方が珍しいしな。とはいえ根本的に手詰まりの中、信長義明は政治的な決着を志向するようになる。そこでまず、そもそもこの状況を生み出した原因である、本願寺との和平に着手。10月晦日、昭蓮院門跡尊重方針能を介して権威に講和が打診された。昭蓮院門跡。本願寺門主はその祖である親鸞以来、昭蓮院で得度を受けていてな、本願寺門主は昭蓮院の弟子であり、本願寺は昭蓮院の末寺にあたるとされていたんだな。なるほど、本願寺が無下にできない人を通したわけね。
まだこういう権威を使えるのは、信長、義明が持つ強みだね。そして11月13日に、権力が講和を受諾する。待って待って、今半信長義明勢力ってすっごい優位に立ってるのよね。うん。それがなんでこんなあっさり講和を受けるの？そこなんだけどね。一口に半信長、義明勢力といっても、それぞれの事情、立場は相当異なっていて。ただ信長、義明への不満という一点で協力したのがこの勢力だと考えられるのね。で、基本的に彼らは、足利義明を中心とした体制を覆そうという気がない。まして？義明に変える駒がない。だからといって自分たちのうちの誰かが将軍になり変わるなんて修羅の道。である以上、義明の側で現状の、自分たちの優位な状況を認めるのであれば、それはこの戦いの大きな成果と言えるわけだ。本願寺も当初は信長義明と良好な関係を作ろうとしていたし、義明への反発も、義明が信長と一味同心し、自分たちの意見を聞いてくれないからだと主張しており、つまり、今後自分たちの意見を受け入れた政権運営がなされるのであれば、反乱する理由はなくなるわけだ。で、この時同時並行で三好三人衆に対しても和議を進めていて、これによりなんと、松永久秀派と三人衆派に分裂していた三好宗家は双方の和解により、三好義次を主君として久秀と三人衆が支える体制が復活した。三好家再統一がなったのである。再生三好家。主に足利義明と三人衆派の戦いで不安定化していた摂火戦では、義明がそれまでの経緯をして三人衆や本願寺を有すことでの地域の安定化を目指したわけだ。義明はそれまでの恨みを抑えたのね。まあ相手に圧倒されてそうせざるを得なくなったのではあるけどね。一方、信長の担当地域である近江方面でいち早くこの政権側の和睦構成に飛びついたのは六角勢力だった。え、六角っていたの？いたんだよな、地味に。しかしこの滋賀の陣の最中、六角は浅井長政から約束通りの軍勢を出してない、と批判されるような体たらくでな。前回やった安川原の戦いの敗北で受けたダメージを、六角はほとんど回復できていなかった模様。姉川の戦いの後でも浅井朝倉がこれだけ活発なことを考えると、やっぱり安川原の戦いこそが近江情勢の大きな転機だったと思うんだよな。まあそんな有様の六角も負けたままでは立つ瀬がなかったところを。ああ、今回は勝者の側についたから。ここでいられるものは少しでも得て、一刻も早くこの戦いを終わらせたい、という心境だったと考えられるわけだ。金すればなんとやら、って感じだね。が、ここまで影響力を低下させていた六角との講和は、近江方面の状況に大きな影響を与えることはなかった。哀れ。六角との和睦が成立した11月21日、伊勢長島では一騎との戦闘により、抑えとして置かれていた信長の弟、信興が討ち死にした。また弟が死んだのか信長。さらに26日、片田大手口の合戦で織田勢は浅井朝倉、および近江門徒勢に、ことごとく戦死と言われるほどの大惨敗を喫する。大将であった堺正直まで討ち死にした。この信長の大劣勢の中、近江方面は和睦の糸口も見えない状況になっていた。信長こうどうなっちゃうの？そしてここでも、彼が立ち上がる。彼？征夷大将軍。義明は担当地域である摂火戦方面の和睦に目処が立つと、11月28日、関白の二条晴義と共に、信長と浅井朝倉勢力との和平、高能越一は、を成立させるために三井寺へと下校した。これは盟友である信長を救うためであったと考えていいと思う。この時義明は、万一この和睦が成立しなければ、自分は高野山に隠遁する、と発言したという。義明も大きな覚悟をした上での和睦交渉であった。なお、二条晴義は義明が元服した際、このために城から越前越城田にて下校しており、ちゃんと朝倉義景と交流のあった人物で話を進めようってわけね。しかし、まだなんかあるのか。この和平に強く反発したのが比叡山だった。なんで、本願寺はさっさと和睦に賛成したのに。前に言ったように、この滋賀の陣はどう考えても反信長勢力が勝つ構図だったわけよ。だから比叡山も浅井朝倉に組みした。なのに、その勝つ戦いを和睦で取り繕うという。比叡山としては、このまま和睦されたら生き残った信長勢力からどんな報復を受けるか分かったものじゃない。比叡山としては、なんで信長潰さないのバカじゃないのってところか。あと多分比叡山は信長や義明をあんまり信用してない。なので比叡山の地位や所領に対する強力な保証を求めたと考えられる。12月9日、比叡山に対して講和勧告の臨旨が出された。天皇による勅命講和、つまり朝廷が講和条件を保証するという形で、比叡山の不安を解消しようとしたのだろう。国家鎮護の道場だからその説得に朝廷を出してきたのか。これを受けて、信長から義明への聖書、朝倉義景から三門への聖書が出されて和議が成立するわけだが、その内容は全て、比叡山の三門領の安堵についてのことだった。比叡山をどう納得させるかが、和睦交渉の焦点だったわけね。
かくして信長は勅命講和を受け入れ、朝廷と義明に対して三門の安全と権益を守ることを固く誓ったのである。なお。ともかく、信長、朝倉義景の間では、力場上に応ずるべきよし、朝倉も信長も孟子候って、相ととのい候義候なり、と、足利義明の、よい、を受けての講和に合意した。そういえば朝倉はなんでこの和睦に賛成したの？朝倉方の言い分は、人権記、によると、そもそも朝倉は信長に対して別心はなかったが、浅井長政を見捨てられなかったので戦うことになったのだ、と、信長と浅井長政の国軍境目争論に介入したに過ぎないとしている。まあ実際にはそろそろ雪で国元との通路が防がれることの心配が大きかったのだろうけど、信長の方も信長は朝倉に別心な着物に候と、朝倉に敵意のないことを表明したとされる。そして12月13日あるいは14日に、信長、朝倉義景、浅井長政は戦闘地域の陣城焼き、双方から人質を出して退去、ここに和睦はなった。この時、足利義明からも報告集、三淵富士秀の子が朝倉方に人質に出されているので、朝倉方からは義明が信長側の存在だと認識されていたこともわかる。ところで、新朝後期、ではこの時の和睦を、朝倉が義明公に懇願して、義明公がどうして持っているから和睦したんだ。信長公は全然その気じゃなかった。だからね、と、見事なツンデレを発揮している。めちゃめちゃ追い詰められてたくせに。一方、後世に編纂された三河物語、ではこれと無楽に、信長は大軍の越前勢に近江の大半を占拠され、岐阜への道も塞がれ、叶わないとしては僕を持ちかけた。天下は朝倉殿が持たれよ。私は二度とそれを望まない。という描写は有名だろう。江戸初期の段階で、信長の同盟者である三河の人間の目から見ても、滋賀の陣が、信長の完全な敗北であったとの認識があったことがわかる。そしてこの和睦では、朝倉義景が公方様に対し奉り、諸役に存ずべからざる。信長が今後公儀に対し奉り粗略なきの旨、信長別儀を存じあるべからず、と、それぞれ義明への忠誠を誓った起承文を出している。つまりこの和睦は、上洛以来、信長をはじめその上洛に協力した勢力にほぼ依存していた足利義明幕府が、そこから排除されていた勢力を組み込む、再構成が行われたとも言える。ともかくもこうして野田福島の戦い、滋賀の陣に一応の決着がついたのだが、以下、これについてのエピローグを語ろう。滋賀の陣とその和睦は、信長にとって非常に苦いものであった。この戦役で信長は実弟である信春、信興、そして宿老級の武将である森義成、堺正直を失った。信長と織田家にとって、大きな試練であった。一方、この和睦交渉の中で、浅井長政は主要勢力の一人でありながらほぼ茅の外に置かれていた。このことは年が明けた元気2年早々、問題として現れる。摂火戦方面では、新たな統一三好家が勢力拡大を見せ、これに反発する勢力は義明との結びつきを強めようと策動する。そして東国では徳川家康がこの頃、武田氏の牽制のため越後の上杉謙信と同盟を締結。これに武田は強く反発する。元気の騒乱はまだ始まったばかりであった。それにしても信長本当によく生き延びたわね。まあいろんな理由があるけど、本拠の東方が安定していたことは大きいわな。具体的には徳川家康と武田信玄が信長との同盟をしっかり守ってたこと、おかげで信長は国元をほぼ気にせず畿内の騒乱に対処できた。武田信玄がね。ん、さっき武田が家康に強く反発とか言ってたような。はてさて、はてさて。次回。天正への道。お楽しみに。